マルトデキストリンは、デンプンの部分的な加水分解によって作られ、クリーム色の吸湿性の粉末となる多糖である。マルトデキストリンは消化しやすく、グルコースと同じくらい早く吸収される。程よい甘みがあり、匂いは、ほとんどない。天然の炭酸飲料やキャンディを作るのに用いられる。マルトデキストリンは、様々な、長さの D グルコース単位で構成される。 グルコースは、α1、4グリコシド結合でつながっている。通常、グルコースの長さが3から19の混合物として得られる。マルトデキストリンのデキストロース等量は10から20で、ある。デキストロース等量が20を超えるものは、ヨーロッパ連合の合同関税品目分類表で、グルコースシロップと分類され、デキストロース等量が10以下のものは、デキストリンと分類される。 マルトデキストリンは、デンプンから酵素によって生産される。アメリカ合衆国では、通常トウモロコシのデンプンが用いられ、ヨーロッパでは、小麦のデンプンが用いられる。小麦由来のマルトデキストリンは、グルテンによるセリアック病が懸念されるため表示が推奨されているが、実際には、タンパク質はほとんど除かれているため、グルテンはほぼ含まれていない。キサンタンガムともに、 食品の増粘剤として使用される。砂糖より甘みが控えめで、砂糖と同等のカロリーを有し、小腸において砂糖を上回る吸収速度を有する。このため、術後回復者、高齢者、タンパク質や脂肪の制限が厳しいもの、ミネラルの摂取制限が必要なもの、トレーニング等で速攻性の高いエネルギー補給を求めるもの等に用いられる。 マルトデキストリンは粉飴の材料として使用されている。粉飴とマルトデキストリンはデキストロース投量において異なる。ありがとうございます。